不安すぎて直前まで悩もうと思います。弾くか弾かないか、いっぱい練習したの。マジ死にたい、緊張してきた。助けて。大丈夫だよ。今日は何の日ですか。今日はおゆちゃんの生誕祭です。おめでとう。19歳になったよ。おめでとう。まだ未成年。ね、そうね。そっか。ラストティーンだよ。19歳って一番しょうもなくない。何者の新メンバーですか。ゆのゆるです。新メンバーさんですか。いいんですか。やったー。あんまり再メンバーがいいからね。ゆるちゃんは何者ですか。何者。おゆの。おゆの妹でーす。妹です。お姉ちゃんです。お姉ちゃん。おゆは次女です。長女じゃないです。末っ子です。三女。三女。頑張ります。今日は一番ギターが緊張してんの。全部ギターもめっちゃ練習した。ギターめっちゃ練習したしたけど不安だから直前まで悩む。いいかっこいいギター。そうだよ。おゆちゃんさっきまで練習してたじゃん。よかったよ。いけろ。てか衣装見てほしい。衣装を見てほしい。あ、ちょっとじゃあ。立って、おゆちゃん。立って、一周して。おゆちゃん、立って、立って。かわいい。細っ。細っ。パンダ。あ、ちょっと。パンダ。そうですね。めっちゃついてる。ここにもパンダ。パンダ。あ、でもみんなの頭にもパンダ。パンダ、パンダ。本当だ。本当だ。パンダのアイフあれつけてほしいってメンバーに用意したの。あ、おゆが持ってきたの。そう、かわいい。パンダ。パンダ。パンダ。見てかわいい。え、やったー。生誕期の紹介じゃあ、りんか先生。じゃじゃん。生誕のとここにはね、おゆちゃんが、これあれですね、生誕のイラストとそうなんですけど、なんとおゆちゃんのポイントこれでしょ。そう、これね、袖についてるの。ほら、初、多分こういうデザイン初だから。確かに。しかもさ、これサイズがさ、ほら、大きいの。めっちゃめっちゃ濃い。素晴らしい。あ、キョンシー。キョンシーってこと。あ、違うらしいです。かわいい。オーバーサイズでよくです。かわいい。いい感じ。ナイシさんは今日はポイントはあるんですか。今日はのポイント、ポイントは意識して、なんかエモいこと言っちゃおうかな。エモいこと。楽しみにしてます。いいのか大丈夫なのか、そんなことを言ってしまって。今日は何か、おゆを意識してクソカリスマクソリーダーになろう。クソリーダー。やだよ、そんなに。クソなの、クソなリーダー。だってすごい顔赤くなっちゃった。頑張ろうね。頑張ろうね。ゆるは今日何するの。ゆるは今日おゆと踊ります。緊張する。緊張します。今日はめっちゃなんか特別なことしたくて、プレゼント企画やるんです。あ、夜も一緒にやるの。一緒にやります。お、楽しみ。2人しかいじゃん。いや、夜にやってもらう。おい、喋りたくないよ。では、夜さん頑張ってください。今日はじゃあリハ頑張ってね。いってらっしゃい。おしじゃんします。どうですか？こういうに似てます？
おゆた、ゆうのおゆたです。ソロのリハーサルよろしくお願いします。はい、お願いします。
準備完了パンダ。今日はお湯がこの髪型がいいって喋ったからお姉さんにしたのに、これがついたことによってお姉さんにならなかった。全くお姉さん見ないけど大丈夫。電波お姉さんな感じ。電波お姉さんになっちゃった。お湯大好き。ビールビール。髪かけ中のビンカさん、イエイエイ。やる、今日もやる。え、これからね、おいちゃんリクエストの大人、違う、お姉さんにあの、ナーシにね、こうやってしてもらう。こうやって。珍しい。初めてプリンお姉さんになる。楽しみにしてて。でもおゆがこれがいいって、去年もこの髪型したんですよ。おゆの生誕の時に2匹同じ場所についてる。かわいい。ママ来た。ママに会えた。元気出た。おゆきのママの唐揚げ食べて、おとといはママの肉じゃが食べた。元気いっぱいじゃん。ゆうもママに唐揚げ食べた。ママ大好き。あ、ゆるさんはと同じ。あ、冬のスカート借りました。衣装のパンダさん。パンダです。今日はパンダ。パンダじゃん。パンダ、パンダは全部で5匹なんです、うん、今日2人で何やるの。今日2人で違う。え、うん、リアルファンクラブします。めっちゃいいな。なんか本当は違う曲やろうとしてたんだけど、うん、なんか TikTok に流れてきて、この曲ブレたの。2人でチャイナです。2人で練習したの。練習した。めっちゃしたよね。昨日まで。昨日も頑張った。ユルが覚えるの遅くて本当に芝居た。怒ったの。芝居たの。リレ苦手で、ユルめちゃくちゃ。でも上手にできてたね。頑張ります。今日は頑張って。音楽がよく上がりすぎて。本番前どう、うん、全部なんかほんと生誕喋れない、喋れない。頑張ろうね。頑張ります。楽しみにしてるね。頑張ります。じゃあ最後姉妹ショットで頑張るぞ。頑張ります。何者の。おいちゃん緊張してるの。おゆー、おゆーちゃん緊張してるの。緊張。よしよし無理。大丈夫大丈夫。頑張れ。珍しいね。めっちゃこの待って、すごいじゃん。大丈夫だよ。できてた、できてた、できてたよ。本当にできてた。おゆおゆおゆちこんないで。えぇ、ー、こんな。おゆちごめんなさい。謝って。吐ける時に吐きや。大丈夫だよ。いつでも出していいよ。吐ける時緊張ほぐれた。あ、無理無理無理。ほぐれてないじゃん、ちょっと。ママが大好きなキッスイの末っ子、クソガキ
んより大きなカチカチ上に届かせてね、ジェリーフィッシュ。
です。どうですか？実はおゆちゃんに憧れて上京してアイドルになったので、こんなすぐステージ立てると思ってなくて嬉しいです。何それ？それでは行きます。ちょっと試し弾きさせて。頑張ってって言って。ちょっと辛いやつ、ちょっとあの
インを、じゃあ一人一品ずつちょっとあげようかなと、これ、リンカから行きたい。すげえ、すげえ、あのさ、一回さ、うちんちでさ、一蘭のラーメンをさ、食べさせたことあるんだけどさ、うん、私が分量ミスってさ、あの辛いの全部入れちゃってさ、おばあちゃんにめっちゃちょっとかわいそうなことしたので、ちょっとこれにちょっと食べてください。ありがとう。出してください編集。ドン幸せ。ありがとう。去年と何か変わった？全部。全部？去年よりより、うん、アイドルとして立派になりました。おー、大きくなった。すごい。なった。だって去年より箱超でかくて、でもめっちゃ後ろまでパンパンしていて、もうめっちゃ嬉しかった。去年よりめっちゃ笑ってたね。確かに。笑顔。笑えるようになりました。1年で笑えるようになりました。2025生誕祭の目標は、でも今おゆがやりたいこと全部出し切ったから、この今日から2025生誕までの期間にまた新しい目標を決めます。はい、今日出し切ったんで、おめでとう、ありがとう、お会いしてくれて幸せでした。おめでとう、おめでとう、おゆちゃん、ゆうちゃんおめでとう。見てたよずっと。最後。ゆまさんと。ゆる泣いてた。ゆまさんと袖で見てたずっと。じゃあ最後、とびきりのかわいいかわいいポーズください。せーの。ありがとうございました。ありがとうございました。イエイ。あやちゃん生誕祭。
もうゲを吐くくらい緊張した。ガチガチだったもんね。珍しかったんだよ、本当に。まだバブだもんね。バブだもんね。まだバブだもん。来年も頑張れる。頑張る。頑張ろう。今日来てくれた人にありがとう。ありがとう。来年こそは、去年おゆバンドしたいって言ったんだけど、嫌だったから、まあ多分できるか分かんないけど、やりたいっていう希望はあります。来年は、もっともっと成長したおゆになれる。